この間12日の日に私ちょっと海に行きましてですね、これが遊びで肋骨を痛めました。次の日どのくらい痛いかというと、この小指が持ち上げられないぐらい痛かったんですね。深呼吸をしたら痛い、咳ができない、ここ押さえてないとできない、でも肋骨に沿ったところをこう押さえると痛い。これはもう肋骨が折れたと、ひびだろうと。でもですね、考えたら何にもぶつけた思いがないんですよね。今まで2回肋骨骨折してるんですけど、1回はですね、渓流釣りに行って立ち潜りをしたんですよ。その時にもうその胸をぶつけたのがこれはもう分かってるんですね。でもう帰って立ち潜りをすっごい出して、ところが、もう1回はですね、これはちょっと違う。これは立ち潜りじゃないですよ。海で船の上で釣りしてて転んで、あ、やっぱ釣りか。こう後ろ向きにしてた波が来て、そのままひっくり返って、ここにあったあの箱にですね、背中をもうぶつけたんです。これも、あ、これも肋骨ひび入ったなと。でこれにすごくよく似てた。だから、あ、もうこれはもうやった、もう2ヶ月近く痛いですね、結構ねと思ってたんですけど、いろいろ治療しましてですね、非内診があったり ABC があったり、よくシーソー法って言いますよね。こっち側のここに痛めたんだからこっち側にと。あんまり痛いから自分でこう針刺しましてね、あんまり針刺しすぎるとこの肺に穴があったんですよ。だから、1センチ内外ぐらいこう入れちゃポンと抜くというのを自分でやったんですよね。もう誰もいないからしょうがないからね。でその次の日ぐらいには奥さん手伝ってもらってやったんですけど、どうもこっち側やってもあんまり良くなかったんですよ。パッとしないなと。で反対側のシーソー法っていうのは右左だけじゃありませんから、裏表もありますので、こっち側悪ければこっち側をって言うんで、さすがうちの奥さんにここに針刺して万が一のことがあると肺までブツッと行きますけど、でこれちょっとやめといてですね、で水玉をこうかけたんですね。で水玉をかけるとまあまあよかったですね。なんかパッとちょっと良くなったんですね。でいつも非内診使いますよね、黄色い非内診。でそれともう一つ鉛皮診、非内診は鉛皮診ですね。で非内診というのがあって、でこの非内診は自分じゃなかなかできない。そのうちの奥さんにブチュッと刺してもらってでやったんですね。そうその非内診と鉛皮診の差はなかったみたいですね。で、最初の人はもう次の日ですね、最初の日はもう痛いも何も分かりませんから、次の人が物が持ち上げられない、下からこう持ち上げるのが辛いと、いう状態だったんですけど、ちょっとずつ良くなっていきましたので、昨日一昨日ぐらいのところで、10が5ぐらい楽になったんですね。でそれでももう治療しながらここずっとこう痛むんですね。だから困ったなと。であんまり痛いかもできないんですよね、治療しながらね。先生どうしたんですか。治療してる私の方が心配してもらってもしょうがないから。で昨日お出になった患者さんがプロのダンサーの方なんですね。社交ダンスじゃないですよ。皆さんダンスって言ったら社交ダンスかなんかね、ラテンなんとかとか思い出すけど、今の若い人はそんな、もうくるくるくる回るようなあれですよ。で、いろいろこう治療して、自分でも治療ができるようになって、あ、よかったよかった。で、最後の試合、あ、そうだそうだ。あ、新生態法を教えしましょうという話になったんです。ここで新生態法ってやってましたんですよね。痛い向きを覚えておいて、それによって体を動かして、体の痛みやなどを取る方法なんです。で次回はそれをやろうということになって、仕事してたんですけど、あ、そうだ、俺のこの痛みを新生体をやったらどうだろうなと思ったんですね。で、その一昨日、先一昨日ぐらいまでそんなことも考えられないくらい痛かった。とにかくうつ伏せに寝れないんです。腕立て伏せするようなこういう格好はできない。でやっと昨日ぐらいで落ち着いて、こう冷静に自分の体を、診断というか判断することができるようになりましたですね。というか自分の体が一番難しい。他人だったらですね、ああ生体をやったらいいんじゃないと言えるんですけど、やっと昨日の夜思いつきまして、皆さんにはね、先生さんにね、こうあれとこれとこれとやったら運動療法が必要だと。食べ物が、ね、重要ですよと。ただ東洋物理療法が重要だが、清潔試薬やったり鉛筆使ったり
もう一つはね、体を動かす運動療法。この3本柱が必ず必要なんです。で、運動療法、よっしゃ、やってみようと。で、昨日動かしてみたら、この胸の動きですから、ですね、こう、頭を、のところに手を組んでですね、こう横にこう、倒すというのはできなかったんですね。こっちはよかった。で、こっち側がやろうとすると、ここに痛みがあるので、動かないんですよ。ガクッて。これはダメですよ。だからですね、こっちにこう動かすのはいいんですけど、こっちにこうひねるっていうのはですね、あ、これ痛くて動かないんですね。で、これの運動法っていうのは、まあ、手を広げて上向いて、横にこうやるのは体をギューッと反らしておいて、両足をキュッと内股にやって、両足持ち上げてポトンと落とすっていう、これなんです。だからこうやってこうひねるというのはですね、これはやっぱり手上にしといてですね、右ですから、右足だけをクッとこう内側にやって、片足だけ持ち上げてポンと落とす。これだ。とっても簡単。どれだったかなと思いながら、その新生体のこの本見ながらですね、ああ、そうそう、これだ、これだと。なかなか自分の時は思い出せないものでですね。で、やったらですね、1回目、2回目、あれ、良くなった。でも分からない。で、まあ、こっちがこのぐらいですね。で、こっちもこのぐらい。回るようになったんですね。こっちもこれが良かったんですけど、こっちが曲げられなかったんですけど、曲げられるようになったんですね。すごく豊かだったので、でもやってる間に、あ、良くなったっていうのは分かったんですね。で、皆さんもですね、こういう痛みが出てきた時にはこんな動きをやってみるという、それがですね、なんでこれやろうかなと思った一つ目はですね、どうも肋骨の骨折じゃないっていうふうに分かってきた。たった1週間ぐらいでもガンガンもう治療しましたから、あ、1週間ぐらいでこんなに良くなるっていうのは骨折じゃないぞというのが分かってきたっても半分なんですね。だからどうもここのところの靭帯がなんかすれ違いしたみたいにね、ぎっくり腰やったみたいに骨が折れてたみたいな、そういうことなのかなっていうのが分かってやってみたら、まあまるでその肋骨の骨折を起こした方がその痛いのが、そのまあ、だんだん良くなってですよ、半分ぐらいになったところですけど、新生体法をやったところがところっと、ですから今10から言ったらもう1か2ぐらい、大きなもので喋れなかったですからですね、それがこのぐらいになりますからね、まあ、皆さんも、よかったら新生体法をもう一回思い出してですねやってみてください、今日この話しましたから、お持ちの方は帰ったらですね、もう一回新生体法の本を見てください。今回すごく役に立ったのはですね、DVD がついてるわけじゃない、茶色い方ですね。すいません、新生体法の方、私の治療室の、本棚の下の段の右の、真ん中より右の方にありますから、あっちは役に立ちますからね。DVD がついてるから、ムック本の方は、ちょっと分かりやすくなってるんですけど、この辺が痛いときはどうしようかなっていうときには、あっちの、ベーシックの方が、どうも良さそう。あ、それそれそれ、で、これを先に一冊本買いましたら、橋本先生が一冊もらいましてですね、これ確かもらった方だと思うんですけど、とても役に立ちます。もう一度、皆さん持ってらっしゃいますでしょ、持ってない方いらっしゃいます、あ、どうですか、持ってないの、あら、うちに、いや、うちにはないんですね。大家さん行ったら今